ねえねえ、かおりさん、最近は暇な時間が多いわよね。今夜お孫ちゃんたちとビデオ通話したいんだけど。すみません、お母さん、今日の夜も明日の仕込みがあるので忙しいんです。子供たちとは週末のお休みにでもビデオ通話しましょうね。どうして忙しいの？今はウイルスのせいで全国各地で自粛中でしょう。あなたたちが経営しているパン屋さんもお休みしてるわよね。うちは時短営業とキッチンカーでの移動販売に切り替えたんです。なので私もコウジさんも変わらず毎日パンを焼いていますよ。なんですって？早くウイルスが収束してほしいですね。お母さん、お体に気をつけてくださいね。それでは失礼します。ちょっと待ちなさい。こんなご時世に営業してるなんて何事ですか。今すぐ営業を中止しなさい。え？いい？今は国民みんなが一致団結して自粛する必要があるの。たくさんのお店が休んでるのにまだ営業していたなんて。息子の店だから大丈夫だと思ってたのに。私すっごくがっかりしたわ。もちろんご時世のことは考えています。でも営業しないと私たちの生活も危ないですし。自分が良ければ他人がウイルスに感染してもいいって言うの？あなたがそんなひどい嫁だったとは思わなかったわ。そういうつもりはありません。でも自粛に逆らって営業してるんでしょ。もしあなたたちのお店から感染した人が出たらどうするの？あなたたちに責任が取れるわけ？営業についてはいろんな工夫をしています。だから時短営業や移動販売に切り替えたんです。他にも店内に人数制限をかけたりしてます。そんなことでウイルスが防げるものですか？あなたたちみたいな人がいるからいつまで経っても感染者ゼロにならないの。マスクも手洗いも徹底しています。今はバイトの子たちも休ませているので私とコウジさん二人でお店を回すしかないんですよ。だからさっさと休業しなさいって言ってるでしょ。お孫ちゃんたちだって学校が休校で辛いはずよ。そんな時に親がそばにいないでどうするの？子供たちも小学校が休校になっていますが自主的に勉強を頑張っています。私たちがいなくてもしっかり勉強していますよ。どうだかね。きっと隠れてゲームしているに違いないわ。自粛も守れない親の子供が勉強なんてするものですか？この間はもう1学期分の授業予習が終わったって言ってましたけど。え？子供たちをバカにしないでください。ちゃんと学校休校の意味を理解して子供たちなりに取り組んでいます。私たち親はそんな子供たちのために生活費を稼がないといけないんです。生活費、生活費ってお金よりも命の方が大事でしょ。命を守るためにルールをしっかり守って営業しています。お母さんが心配される気持ちもわかりますが私やユージさんの考えも理解してください。いいえ、理解できません。このご時世感染者なんてネットですぐわかるのよ。私の息子や嫁が感染したなんてことになったら私まで迷惑がかかるんだから。あなたのせいで私が周りに怒られてもいいと思ってるの？そうならないようにユージさんと毎日頑張っています。先ほどから何度も言っているように対策はきちんとしています。ごちゃごちゃ対策するより休業した方が簡単でしょうが。どうして分かってくれないの？あなたたちがしていることは非常識なの。犯罪なのよ。犯罪ですか？もしあなたたちのお店がクラスター発生源になったらきっといろんな人から訴えられるわ。もしかしたら捕まるかもしれないのよ。ちゃんとルールは守ってますし捕まりませんよ。っていうか犯罪でも何でもないですし。ごちゃごちゃ言い訳しないの。私昔から曲がったことが大嫌いなの。今すぐ休業しなさい。何度も説明していますが休業はいたしません。子供たちとの生活のためできる範囲の営業を続けていきます。もうどうして分かってくれないの。私はしっかり不要不急の外出を守ってるのに。ゴールデンウィークもお孫ちゃんに会えないのをぐっと我慢していたのよ。来年はお会いできるといいですね。それでは週末みんなでビデオ通話するということで失礼します。待ちなさい。話はまだまだ終わってないわよ。明日の仕込みがあるんです。これ以上ユージさん一人で作業させるわけにはいきません。だから休業すればいいのよ。そしたらユージもゆっくり体を休めれるんだから。明日の生活がどうなるかもわからないのにゆっくり休めれるわけないじゃないですか。ユージさんはここのところストレスと不安で満足に眠れてもいないんですよ。どうして？もしかしてあなたたち国からの給付金を知らないの？え？一人10万も来るじゃない。
あなたたちは子供2人もいるから40万も振り込まれるわよね。それだけあれば3ヶ月くらい生きていけるでしょ。生きていけませんよ。ただでさえ家族みんなが毎日家にいるおかげで食費も爆上がりですし。パン屋さんなんだからパンを作って食べたらいいじゃない。自分たちで作るんだから食費ゼロでしょ。はい。それにあなたたちは100万円ももらえるんでしょ。それだけあれば生きていけるじゃない。100万円、個人事業への給付金よ。羨ましいわ。あなたたちだけで追加で100万ももらえるなんて。100万の給付金なんてもらっても足りませんよ。今休んでるバイトの子たちへの休業保証にお店の家賃、100万なんてあっという間になくなります。じゃあ一旦お店は畳んじゃいましょう。え？そうね、それがいいわ。お店を辞めたら家賃もバイト代も払わなくて済むじゃない。ウイルスが収束したらまた新規一点オープンしたらいいのよ。お店を畳むというのはそんな簡単な話じゃありません。お店を閉めたからといって今月分の家賃が消えるわけでもありませんし、せっかく今までバイトしてくれた子たちを解雇するのもちょっと。そうなの？このご時世なんだからみんな事情を分かってくれるわよ。とにかく今は休業が一番。とっととお店は閉めて今夜はみんなでビデオ通話しましょうね。だから無理だって言ってるじゃないですか。これ以上のお話はユージさんにお願いします。私はお店に戻りますから。私がこれだけ言ってるのにどうして休業してくれないの？今のご時世はみんなで一致団結して自粛しないといけないの。ワンチームなの。もういいわ。私もこうなったら強行手段に出ますから。強行手段？今からあなたたちのお店に行きます。警察にも通報して無理やり休業させますからね。今から？隣の県からわざわざ来るんですか？しかも警察って。私は本気よ。ユージにも今から私がそっちに行くと伝えてちょうだい。お母さん、今は不要不急の外出をしないよう言われていますよね。県外からわざわざこちらに来なくて結構です。あなたたちが営業を続けるからでしょうが。言葉で言ってダメならもう行動するしかありません。お店のご近所の方にも私から行かないように伝えていかないと。今の現状を考えてください。もう遅いわ。私が着くまでに休業すること。いいわね。今から直接確認しに行くから。香織さん、もうお店は休業したかしら？休業はしていませんが、今日の営業は終わったので片付け中です。じゃあ今は手が空いてるのね。もう近くまで来ているのよ。今すぐ迎えに来てちょうだい。え？車が壊されたの？ひどいわよね。フロントガラスも割られて運転できないわ。今から迎えに来てちょうだい。車が壊された？何があったんですか？急にね、車の前に人が飛び出してきたのよ。それで私の車めがけて石を投げてきたの。県外ナンバーは出ていけですって。ひどいことをする人もいるものね。不要不急な外出をするからですよ。今は自粛が大事なのに。なんですって？だから言ったじゃないですか。こんな時に県を越えてくるからですよ。石を投げた方が悪いですが、お母さんもお母さんです。私が悪いって言うの？県を越えた移動は自粛してくださいと言われてますからね。私はあなたたちが休業しないからわざわざ注意しに来てあげたのよ。どう見ても不要不急の外出ですね。避難されても仕方がないんじゃないですか？なんですって？車が壊れたのはかわいそうですが、そちらはご自身で何とかしてください。私は後片付けに戻りますね。待ちなさいよ。車が壊された私を放置するって言うの？ユージさんが放っておけと言っていますから。私この後子供たちの勉強も見てあげないといけないんですよ。本当に忙しいので失礼します。私が子供たちの勉強を見てあげるわ。だからお願い、迎えに来てちょうだい。警察の人も私に冷たいのよ。私が悪いみたいな空気出してるの。警察の人も疲れが溜まってるんでしょうね。不要不急の外出をした人のせいで仕事が増えてるんですから。じゃあ迎えに来なくていいわ。タクシーでお家に行くからタクシー代を用意してちょうだい。タクシー代ですか？今お財布に1000円しかないの。だからタクシー代を立て替えてちょうだい。
私たち明日の生活でさえ必死なんで、タクシー代捻出も厳しいですね。ご自身でどうにかしてください。はあ、給付金たくさんもらうでしょ。100万円ももらえるんだから、タクシー代くらいいいじゃない。給付金は私たちの生活のために使うものです。不要不急の外出した人に渡すようなお金じゃありませんから。100万ももらうくせにケチなこと言わないで。そうだ、その100万は私の車の修理代に当てましょう。はい。そもそもあなたたちが休業していたら私はここに来なかった。車に石を投げられることもなかったのよ。つまりあなたたちのせいなの。修理代を払いなさい。払いません。なんて非常識な嫁かしら。家族が一致団結してウイルスと戦えるように私がわざわざ休業させに来たっていうのに、心優しい姑を助けもしないなんて。じゃあ休業する代わりに私たちに保証を出してくれるんですよね。え？心優しいお母さんですもんね。自粛ムードで大変な私たちを経済面で助けてくれますよね。それじゃ明日から当店は休業するので、明日からの休業保証をお願いします。休業保証ですって？一致団結ですもんね。ワンチームですもんね。休業保証出してくれるなんて本当に助かります。ちょっと待って、私そんなもの払うだなんて言ってないわよ。払ってくれないんですか？息子夫婦のお店がいつなくなるかというギリギリの生活なのに、無責任に休業しろだなんて言ってるくせに援助してくれないんですか？一致団結しないといけないのに。そんなお金年金暮らしの私にあるわけないでしょ。でもお母さんにも国から給付金が出ますよね。10万でもないよりはマシです。給付されたら私たちに送ってくださいね。何言ってるのよ、私のお金よ。息子夫婦が困っているのを放置するんですか？子供たちのことが心配じゃないんですか？私もこの自粛でいろいろお金がかかるの。10万といえども必要なのよ。不要不急の外出をしなければ10万なんて使わないじゃないですか。食費も私たちが手作りのパンを送ってあげますね。それで食費も0円ですよ。お母さんが休業保証を支払ってくれたらうちは休業しますから、私たちを早く休業させるためにもお支払い早くしてくださいね。お母さんは夫の裕二に助けを求めましたが、夫の早く保証を振り込んでの言葉で折れたのか、おとなしく新幹線で地元へと帰っていきました。そして週末のビデオ通話で子供たちからお金まだ？と言われたお母さんは、それっきり私たちに LINE を送ってくることはなくなりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。